おいしいネタライブ。まあ、引き勝つとね、7月の OHK ネタライブ開催ということでございますけども、まずね、MC の大野孝弘とドヒアンズと中川です。よろしくお願いします、はい、大野さんの MC がもうなんか素晴らしいっていうのを聞きます。はい、コメントで聞きます。いや、全然聞きます。いや、聞きますから。大丈夫です。コメント別の、いや、熱像じゃないと、大野さんの MC 素晴らしい。最初の前説みたいな盛り上げなら最高です。もう、もうそのコメントがね、たついてます。本ネタは、いや、本ネタやるからもうやめてくださいよ。本ネタは、俺またやるんですか。俺もうおかしいでしょ、それ。お前、ね、2回やってんじゃん、俺もネタやってるやん。もう2回やってんだよ、ここで。いや、俺たち、3回以上やってる。いや、だって、現役さん、現役じゃない。俺今だってもう舞台じゃもう5年ぐらい経ってるんですよ、うん、それなのになんでこうね、ネタしないといけないの俺。えで、赤っ端書いてさ、俺赤っ端書くんだぜ、いいんじゃん。いいんじゃねえ、まあ、だけど低評価10万だったから1ヶ月以上やろ、お前。低評価男でございます、はい、ということでね、7月、うん、もう下半期です。そうだね、受験下半期スタート飾ってくれるゾンビ発表。そうフルーツ香り、そうそう、やっとでございますね。まあね、バラキのこと見てる方はね、いつフルーツ香り出てくるんだよ。まあ、バラキのピンネタも見たことある。ピンネタ見たことある。だからいつ出てくるのコンビということで、4月3日です、まあ、交互には引き勝つか旬だから、まあ旬だそこがね、すごいですね。コウモリが7月で旬ということが僕ちょっと知識なかったんで、すみませんでした。ごめんなさい。コウモリってキメキメしてるとかですね。あ、梅雨の時期ですか。そうそう。で、今年は梅雨の時期か、引き勝つか引き勝つにずれてるみたいな。はい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 、そういうことですね。そうそう。なるほど。いや、コウモリの時期にやってきたってことなんですね。ということで、じゃあ、早速行きましょうか。はい。もうお前らの MC なんていいよと。もうお前最高だったからっていう声がね、たくさん来てるんですよ。その言い方は、はい、もう帰ってきてる。ということで、じゃあもうね、行ってきましょうか。行きましょうか。ではね、うん、フルーツコウモリのネタです。どうぞお願いします。私、夜な夜な考えてることがあって。夜な夜な考えてること？あの、お笑いコンビってよく夫婦に例えられることあるじゃないですか。まあ、ありますね。夫婦は結婚したら結婚式を挙げる。そうだね。お笑いもね、コンビを組んだら結成式をやればいいと思うの。何考えてんだよ。ネタ考えるんだよ。だいたい場所どこにするのそれ。高輪プリンスホテル。バカじゃねえか、お前。高輪プリンスホテル？郷ひろみかも。いや、だからね。なんか言えよ、お前。そういうことをやらないからすぐコンビを解散しちゃうのよ。そんなことないけどね。それにえ、お互いコンビを2回解散したらパツニ同士じゃん。離婚したみたいに言うな、お前。せめて場所ここでいいわ。じゃあやんのね、結成式。あ、やってくれる？もうやりますよ。じゃあ、あ、じゃあコンビ入場。恥ずかしいわ。テレレレテレテ、あ、行くのね。ほーかパパ、ほーかほーか、いや、おとぉ吉本新喜劇のテーマじゃねえか、お前。あ、ちょっと胸キューと当たってんだよ。ああ、じゃあこれ。え？ほんわかパパ。なんでよ。なんで俺だけコテコテのツッコミポーズ？いいから。いいからってなんだよ。誓いの言葉。誓いの言葉？やめるときも、健やかなるときも。新聞いんのかよ。ボケはボケ続けることを誓い、ツッコミはそのボケにきちんと対応し、相手を立てるようなツッコミ、そしてそのボケのキャラを崩さず邪魔にならないような。制約が多い俺だけ。誓いますか？じゃあ、誓います。ふん、娘をよろしくお願いします。お前親父かよ。お前の親父さん純日本人だ。続きまして、誓いのキス。そこだけ感じじゃねえか、お前。いや、もういいから。いいからって、え、なんでお前だけやる気になってんの。意味わかんないから。もうこれぐらいやらないとコンビ解散しちゃうから。そんなことないわ、お前。お笑いコンビ何だと思ってんだよ。早く。なんでだよ。いいって、マジで。ちょっと待った。え、
あれゆうじ、なんでここに？何？俺とコンビ、組み直してくれないか。前の相方来ちゃってんじゃねえか、お前。いや、無理よ。あんた、私に何したか覚えてる。え？私を置いて、いろんな女と即席漫才して、いろんな女にツッコミ入れて、下ネタみてえになってんじゃねえか、お前。それに私、できたみたい。え？何が？新ネタが。今できたのかよ。もういいよ。どうも、ありがとうございました。どうもありがとうございました。フルーツコーンのネタ見ていただきました。まあ斬新な設定でしたね。斬新な設定でした。まあ OHK でね、初めて披露してくれたと思うので、早速呼んでいただきまし、呼んでいきましょうか。フルーツコーンの二方です。どうぞ。ありがとうございました。めちゃめちゃ緊張しました。超緊張した。ちょっと、まあ、めちゃめちゃ緊張したと、めちゃめちゃ緊張したわ。初めてフルーツコウモリで大野放送協会でネタやるって決まってから、結構余裕かなと思ってたんですけど、いや、撮影やろっかってやった瞬間、もうダメだ、めっちゃ緊張した。超しゃべる。OHK でね、結構緊張するって方多いんですよ。まあ、普段は観客の人とか、ちょっと笑い空間だと、ここ一切ないから。ないからね。だからさ、俺も何回かの方でね、やったことあるけど、やりにくいんだよ。笑い声がないから。まあ、笑い声入っちゃうとさ、やっぱ聞こえない時があるから。なんか笑い声がちょっとないと、まあ、やりづらいな。でもね、このまあパソコン、スマホ、ね、見てる方は、ね、笑ってくれてます。あ、本当ですか。はい、全部笑ってくれてます。いやいや、まあ、緊張して、やっぱ元相方も見てますから。ああ、元相方ね。元相方、はいはいはい、元相方、元々トリオで、はいはいはい、1110円っていうトリオをやってたんですけど、はいはい、まあ、その大ボケだと永原哲也が見てたんで、やっぱその人緊張したっていうのもあるんですよ。伝説の1110円をあのクビになったものなんで、たった1日で終了したから1110円の時をね、キングオブコント挑戦したんでしたっけ。いや、M1 ですね。 M1 ですね。でね、結成して M1 やって落ちてすぐ解散ということになった。そういうことなんですよ。やっぱりトリオがブーツになってむずいな、すぐね。まあでもこうやってでも2組に分かれてね、まあ結果出してきてるのがいいんじゃないですか。まあそうですね。まあそうですね。そうだけど、俺はあの西武新宿線駅前の日高屋の首宣告されて夜を忘れないけどな。首宣告受けた日高屋の夜 の、 あのチャーハンの味は俺忘れないからな。一回ちょっと OHK で撮りたいな。再現ドラマやるんで。マジで忘れトラウマなんだよ。首宣告された男をネットフリックスで送ってないから。俺日高屋行ってないから。まあでもね、いやでもね、本当良かったです。ありがとうございます。ということで、告知タイム。さん、告知の方よろしくお願いします。7月10日に渋谷無限大ドーム1で14時半からファームオーディションっていう観客投票制のライブがあるんで、それによかったら来てください。14時半なんです。ふざけんなよ。なんで昼場っしょ。昼間見に行ける日ないじゃん。まあリーとかビー引けば。いやいや、まあまあ、ニートはニートで金が。まあニートはそうなんだ。まあ、っていうかさ、それさ、大事なあれじゃなかった。大事じゃない。大事なライブ。例えばさ、吉本ってレッスンみたいなトレーニングってあるじゃないですか。はいはいはい。まあ、全然関係ないような。トレーニングは前日に終わってる。前日に終わってる。でトレーニングなんかあるじゃないですか。そういうのは別にいいですよ、昼から。そう、なんでこういう昇格をかけた戦い。ね、こ一番大事な戦い昼にやるんだよ。おい、吉本見てるか。いや、見てるよ。いろいろあったな、吉本。まあ、じゃあ最下層だから覚える別にいいでしょみたいな。それが良くないですよね。ちょっとそこら辺改善してほしいですけど、まあ14時半から。はい、14時半から、チケットいくつですか。1000円です。1000円ということでね、Twitter で、まあ、そうだね。詳しくは Twitter の、この概要、動画の概要欄にね、Twitter の載せてあるんですけど、ぜひ、どっちでもいいんで、ぜひ、見てください。でもね、告知以上ですか。以上です。ありがとうございました。ということで、7月の OHK ネタライブ、フルーツコウモリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
2019年上半期にいろいろあった芸能人にエールを送る。プレープレープスマップ。はい、ステーデーデーデー、トラグトラグトラグ。